安倍総理大臣は連休最終日の今日も山梨県内のゴルフ場でプレーを楽しみました。安倍総理、この連休3回目のゴルフになります。見事にグリーンを捉えることができるでしょうか。連休中は趣味のゴルフでリフレッシュした安倍総理、同じ組には昭恵夫人の姿も見られました。最初のホール、打ち下ろしの160ヤードショートホールでは夫婦と揃ってパーオンと好スタートを切りました。総理、ゴールデンウィークはいかがですか。ゆっくりしました。非常にゆっくりしました。明日からまた頑張ります。明日の国会では予算委員会の集中審議が控えていて、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪などに対する野党の厳しい追及も予想されます。安倍総理は笑顔のゴルフで準備万端の様子でした。